ワゴン R は、鈴木が生産、販売している軽トールワゴンである。誕生当時、軽自動車の弱点であった室内の狭さを、背を高く取ることで克服した、軽自動車市場の革命的モデルである。男性にも受ける、軽自動車を作ろうと開発がスタートし、1987年頃、すでに原型は出来上がっていたが、右与曲折を経て1993年に発売。 それまで軽自動車といえば、停車高の乗用型、もしくは、商用車派生型で、車内用積は広いが乗り心地に劣る、ワンボックスモデルしかなかったが、ワゴン R の場合は、フロアパネルを二重構造とし座面も高く取ることで、足を窮屈に曲げずに座ることで、圧迫感を軽減し、視点を高くすることにより、長望性、視認性及び、開放感を向上させた。 床面が高く乗降に不便なワンボックスカーに対し、ワゴン R では床面は地面からワンステップの高さのため乗降もスムーズとなった。ワゴン R はまた厳しいコスト管理により徹底した部品共用化が図られた。バブル景気の後遺症でコストダウンの方向を探っていた当時、現鈴木会長兼 CEO の鈴木治はフォルクスワーゲンの製造工場を見学した際に 車種の多様さと比べて、基本の車台が少なく絞られている事実に感銘を受けていた。当時、VW との本格的な提携は実現しなかったものの、この時の知見はその後の鈴木の徹底した共用化へのきっかけとなっており、ワゴン R も既存の鈴木軽乗用車、商用車から多くのパーツを流用してコストダウンが実践されている。当初は、 月版目標台数を4000台としていたが、受注はそれをはるかに超え、発売して、数ヶ月後に増産に対応すべく、約1億円の費用をかけて生産ラインを拡張したほどである。若年の男性ユーザー層をターゲットとしていたが、優れた、使い勝手で、購買層は芝叩く間に、老若男女の幅広い層に拡大した。競合他社に与えた影響も大きく、ダイハツムーブや日産、 キューブなど類似車種が多数登場した。販売台数においては、おおむね軽自動車市場のトップシェアを長らく維持し、社名別月別国内販売台数1位、すなわち登録者の販売台数1位車種の販売台数を上回った時期もあった。2009から2010年に実施されたエコカー減税、補助金等を発端とした、いわゆる エコカーブームの影響によりシェアは低下し、2009年以降、国内販売台数1位の座はトヨタプリウスに譲ったものの、全国系自動車協会連合会の記録がある2006年から2011年までの5年間に、渡り、年間系自動車販売台数ナンバーワンを維持。年間系自動車販売台数ナンバーワンの座を譲った2012年から4年間も、 年10万台以上の販売台数を記録し、2016年は約8.1万台の販売台数を記録している。ワゴン R の派生車種としては、OEM 車種のマツダ AG ワゴン及び、フレア。初代ベースでサイズを拡大した登録車のソリオがあり、さらにソリオ派生のシボレーメガワットもある。また、日本国外では、ワゴン R プラスを元にしたオペルアギーラがポーランドで、 生産されていた。軽トールワゴンでは少なくなってきている MT 車の設定を現行の6代目まで継続採用している。2021年7月現在 OEM であるマツダフレアを除いた軽トールワゴンの中で MT 車の設定があるのはワゴン R あるのみである。フロアパネルは1990年発売の4代目セルボからの流用であり、 サスペンション構造や 2335mm のホイールベースも同一であるが、客室フロアを二重構造として、約 80mm のかさ上げを図ることで相当に、フラットな床面を実現している。デビュー当初は、全社会 6A 型3気筒 EPI エンジンのみ。初代モデルは、当初、全グレードがターボなし、右後部ドアのない1プラス2ドアモデル。 後席ヘッドレストなし、AT 車は3足、AT かつフロアシフトのみであったが、好調な販売に支えられ、後にターボ付けモデル、4足、AT モデル、5ドアモデル、全席ベンチシート、コラム AT モデル、後席ヘッドレスト付きと、ラインナップが増えた。そのためこの台のモデルは多岐にわたる。スタイルは、初代のキープコンセプトながら、全体的に多少丸みを帯びる。 内装の大幅な質感アップや最小回転半径を小さくするなど地道な改良を施した。派生車や OEM 車と部品を共用化するため、ステアリングホイールやフルホイールキャップ、エンジンヘッドカバーにスズキのマークが入れられなかった。スポーティグレードに1プラス2ドアモデルの RR と5ドアモデルの RR 回の2グレードが設定され、標準グレードは1プラス2ドアモデルの RC、RX、RXT5 ドアタイプの FG、FX、FXT の6グレードを設定。RC や FG などのエアコンやパワーウィンドウがオプションの使用以外にタコメーターが標準で装備された。ちなみに前期型に限り、RX と FX の 2WD 車に間式耐熱樹脂ベルトを用いた CVT 仕様が存在していた。 GM 製の燃料電池スタックを搭載して、鈴木発の燃料電池自動車が試作されている。RR やその回グレードほぼ全てにおいて、ドア数や AT シフトレバーの配置を選べたためか、そうしたことも含めると選択肢は、仙台以上のものがあった。またグレードによってはオプションで、シビー製フォグランプや、バックランプ付きリアバンパー等の装備もあった。先代モデルは全て EPI&、 プラグコードディストリビューター仕様であったが、このモデルからディストリビューターを必要としないダイレクトイグニッションを積極的に導入し、FXT に搭載される、K6A エンジン以外に搭載され燃費向上が図られた。FXT には同時期のアルト版の次期ンサイチェシー6バルブキャブレター仕様のエンジンをベースとしたものを搭載している。なお、K6A エンジンのな仕様は、 アルトのセダン系の売れ筋グレードに採用されていたものとは若干外観やスペックが異なる。見た目も FX 系の K6AA エンジンと告示していたが約1年間しか販売されず、快適装備がほとんどつかない RC や FG のみに搭載されていた。主力の FX には搭載されなかったため、前期型の CVT 車と同じく系のエンジンとしては非常に生産量は少なかった。 なお、歴代モデルの RR では当代のみ5速 MT を選択できた。初代に立ち返り再びスクエアデザインとなった。プラットフォームを刷新し、富士重工業との共同開発によるフロントサスペンションを採用。スポーツグレードの RRDI には、軽主反射発の直接噴射式、ターボエンジンが搭載された。歴代モデルで唯一、 全グレードにタコメーターを標準装備する。当初のグレード体系は、標準モデルが FA、FX、FT、FS、スポーツモデルが RR と RRDI であった。この台からエンブレムが、車掌の S マークをデフォルメしたものから、S マークそのものとなり、リアにも装着される。合わせて、リアの社名ロゴが2台目までのデカールから、 S, S マークと同じメッキエンブレムに変更されている。全グレードに電動アクチュエーター式集中ドアロックを標準装備。FA 以外のグレードにはキーレスエントリーシステムなども付く。助手席とバックドアのアウタードアハンドルにあった鍵穴を廃止し、ハンドル形状を変更した。2003年当時、同じく GM 系列であった富士重工業との 共同開発によるフロントサスペション用 l 字 k ロアアームを採用している。ターボ車については、空冷式インタークーラーの小型高効率タイプへの変更と、フロントグリルからインタークーラーへの専用エアーインテーク、ダクトを設置したことにより、2代目モデルまでエンジンフードにあったインタークーラー冷却用のエアーインレットがなくなり、先代同様、ターボデカールも存在しないため、 この台からターボカーと一目で分かる要素は消滅した。RR, DI, スティングレー DI のインタークーラーも上部に設置されているが、他のターボにある専用エアインテーク、ダクトは存在せず従来通りにも見えるが、これもインテークはボンネットに存在せず鈴木の乗用車としては珍しい方法であった。形式は全グレードで MHz22S に統一される。 特別色として、ノクターンブルーパールが設定されている。販売期間は約3ヶ月と非常に短い設定であった。基本的には、キープコンセプトだが若干路線変更し、いかにもスペース重視の箱型から、スペースとデザインを両立させたスタイリッシュな外観になった。初代から継承されていた C ピラーブのクォーターウィンドウが廃止され、 リアドアの開口幅の拡大によって乗降性を向上させている。シフトレバーは2台目 MR ワゴンと同様、従来のコラムシフトからインパネシフトに変更された。居住空間を大幅に拡大したため、過失スペースは旧型よりも狭くなっているが、今回から全車に最大 160mm まで前後にスライド可能なリアシートスライド機構が新たに 標準装備となり、シートアレンジの自由度や日常での使い勝手が一層向上している。また、4台目にはスペアタイヤが装備されておらず、代わりに全車パンク修理キットが装備されている。4輪のラジアルタイヤそのものも従来のサイズから変更され、ダイハツ車などと同様の13インチは扁平率80シリーズ。 14インチは65シリーズとなるなど燃費と乗り心地を重視する近代的なサイズとなった。軽機類はパレットのものと共通となり、ノーマルシリーズは全車大型スピードメーターを備えるシンプルな自発光式単眼メーターを、スティングレイシリーズは全車タコメーター付けの自発光式単眼メーターをそれぞれ採用している。エンジンも改良され燃費性能が向上し、 ターボ車とロンターボ車の CVT 仕様のエンジンには、ワゴン R では初めて電子制御スロットルが採用された。4WD 車の一部にも今回から CVT が設定され、ターボ車は全車 CVT 仕様となった。ラインアップも見直され、FX リミテッド、FT リミテッド、TS をカタロググレードに新設。ドレスアップモデルは、 初代から3代目までの RR が廃止されて、スティングレーに統一された。スティングレーの TS には、ワゴン R 発となる ESP が、メーカーオプションに設定された。2010年4月23日、マルチスズキインディアが、インド仕様の新型、ワゴン R を発表した。日本における4代目モデルをベースにフロントノーズを延長して、独自のフェースを与え、 BS4 イがス規製に適合した計10バイトエンジンを搭載している。製造はグルガオン工場にて行われる。2013年8月21日にはインド向けのスティングレーが発表された。日本向けのワゴン R スティングレーと同様に横長のヘッドライト、クリアタイプのフロントグリルおよびテールライトが採用されている。 同年9月に子会社の鈴木インドモービルモーター社を通じてインドネシア使用者の生産が開始された。フロントデザインが日本仕様と異なるほかエンジンは 1000cc となる。また、車種名はカリムンワゴン R となる。2014年4月20日には子会社のパック鈴木モーター社を通じてパキスタン仕様のワゴン R を生産、販売を開始した。 生産体制は、インドネシア工場から部品を輸出して、パキスタンで組み立てるノックダウン生産。全幅と全高は、日本仕様のワゴン R と同じであるが、パキスタンでの使用環境に合わせて 1000cc のエンジンを搭載するため、エンジンルームを 205mm 延長し、専用のフロントフェースを与えた小型乗用車として発売される。では、エネチャージや、 エコクールなど、低燃費化技術や軽量化技術などが盛り込まれた、次世代環境技術、鈴木グリーンテクノロジーの第一弾の車種として開発された。エネチャージはもともと、アイドリングストップ車専用に搭載されていた、鉛バッテリーに高効率のリチウムイオンバッテリーを採用を追加するとともに、オルタネーターを高効率、高出力化。減速時に発電、充電を行って、 バッテリーに蓄え、蓄えられた電力をオーディオやメーターなどの電装品に供給することで発電に使用していたガソリンの使用量を最小限に減らすとともにエンジン負荷を軽減。エコクールはアイドリングストップが作動してエアコンが送風運転に切り替わった時に搭載された蓄冷剤を通した冷風を送ることで室内の温度上昇を抑え、 エンジン再始動を抑制する。アイドリングストップシステムは改良を行い、停止前の減速時、アクセルを離した時から燃料をカットするとともに、エンジン自動停止のタイミングを時速 13km 以下に早めた。また、フロントピラーに新日本製鉄が新たに開発したプレス工法、モンセフォーム l t を採用した強度980運の ハイテンコを軽自動車で初めて採用するとともに、外反、内装、足回りなどの素材を見直すことで最大7グラムの軽量化を達成。FX の 2WD 車は、全高1 5 5 0ト、mm、ル以上の軽、トールワゴンでは最軽量となる7 8 0ラムを実現した。さらに、エンジンを R06A 型へ置換するとともに、 副変速気候付け CVT の改良、走行抵抗の低減を行ったことで、JC08 モード燃費で、何 WD 車は 28.8kmL、ターボに WD 車は 26.8kmL の低燃費を実現し、平成27年度燃費基準プラス20%を達成した。この鈴木グリーンテクノロジーは、同年11月13日に、 鈴木初となる2013年時 RJC テクノロジーオブザイヤーを受賞している。プラットフォームの一新によりホイールベースは 2425mm に拡大した一方最小回転半径を 4.4m に抑えて取り回しの良さを継承。フロントマスクはより力強く上質なデザインとなっておりワゴン R は 縦型ヘッドランプを外側に貼り出させて、ワイド感を強調し、メッキグリルを FX にも採用。ワゴン R スティングレーは、ボンネットの厚みが増し、ヘッドランプとスケルトングリルを横一文字に配置し、スモールランプに連動して点灯する LED イルミネーションを採用した。ボディカラーは全9色。メーターは、ワゴン R もタコメーター付けの3眼メーターに戻され、 エコドライブアシスト照明とエコスコアを追加した。装備面ではフルオートエアコンとヒルホールドコントロールを全車標準装備するとともにスティングレー T はリモート格納ミラーやパドルシフトも装備。さらにスティングレーは先代でも設定されていた ESP のメーカーオプション設定を復活した。全車オーディオレス仕様となり CD プレイヤーをメーカーオプションに設定した。 後期型では既存のエネチャージで培ってきたエネルギーマネジメント技術をさらに進化させ新たにスターターモーター機能とモーターアシスト機能を兼ねるモーター機能不発電機を搭載した走行中はモーターアシストによってエンジン負荷がさらに軽減され静かでスムーズなエンジン再始動が可能となったリチウムイオンバッテリーは回路などの見直しにより 大電流に対応し、よりスムーズな充電、給電が可能となった改良版の SN チャージを一部グレードに採用したことで JC08 モード燃費を 32.4kmL に向上した。なお SN チャージ搭載グレードの車両形式は MHz34S から MHz44S に変わった。ハイガス記号はハイブリッドカーを示す。 ダーとなり、初言表の主要燃費向上対策にも、ハイブリッドシステムが記載される。当初、S ・ N チャージ搭載車は、ワゴン R ハイブリッドとして、販売予定であり、予告カタログでもハイブリッドの名称と、ハイブリッドエンブレムが使用されていたが発表直前になって、急遽名称を S ・ N チャージに変更した経緯がある。6代目では、正式に、 ハイブリッドの名称が使用されている。鈴木の軽自動車で、ハイブリッドシステムが用いられたのは、西ターケー、セダン、ツインのハイブリッド車以来となる。スターターモーターの出力を上げて、アシスト機能を持たせるというハイブリッド化の手法は、ミニバンのランディ及び OEM 元である、日産自動車のセレナの一部グレードに搭載されている S ハイブリッドに似ている。このモデルでは、初代モデルを、 現代風にアレンジしたデザインとなった。パワートレインは FA、昇降シート車の FX、FZ とスティングレー、L、昇降シート車の1型は、L、2型は、X がアイドリングストップシステム非搭載のガソリンエンジンで、ハイブリデフェッド FX、ハイブリッドフス、スティングレーのハイブリドックス、ハイブリドットグレードがマイルドハイブリッドである。 5代目、後期型の一部グレードに採用した S、N チャージを発展させ、イスグの高出力化と1 0 0ボルトのリチウムイオンバッテリーを大容量化したシステムに進化した。減速して車速が約時速 13km 以下となり、アクセルもブレーキも踏まない時や、アイドリングストップ後の停車からの発進時に、最長10秒間モーターでのクリープ走行を可能にし、ナシャはイスグによる モーターアシストの作動域をターボ車と同じ約時速 100km までに拡大した。同時にエンジンの冷却性能強化と補給ベルトの張力を低減して高出力化に対応させ複変速機器機構付け CVT のギア比を最適化。また、軽自動車では8台目アルトに次いでの採用となる軽量、高剛成設計の新プラットフォーム、ハーテクトを採用するなど、 プラットフォームボディ足回りの軽量化を図ったことで、FA の 2WD 車は5代目モデル比で 20kg の削減となった。これらにより、マイルドハイブリッドな 4WD 車を除く、全グレードで JC08 モード燃費が向上した。また、ハーテクトの導入により、ホイールベースが5代目よりも 35mm、拡大して 2460mm となったが、 最小回転半径は5台目と同等レベルを実現し、小回り性は継承された。安全性能においては、4台目スイフトで初採用した単眼カメラ赤外線、レーザーレーダーを組み合わせた衝突被害軽減システム、デュアルセンサーブレーキサポートやヘッドランプのロービーム、ハイビームを自動で切り替えるハイビームアシスト機能をスズキの軽自動車で初採用したほか、 運転席前方のダッシュボードには、前方衝突警報、自動ブレーキ作動状況、車線逸脱警報、車速、シフトポジションなどを表示する、軽自動車発のヘッドアップディスプレイも採用された。A ピラーをスリム化、ドアミラーを小型化して下方に配置したことで右差接時の視界を大幅に向上したほか、リアコンビネーションランプの位置を初代モデルを彷彿させる。 リアバンパー上端としたことで、加湿開口幅を5代目モデルよりも 100mm 拡大。リアワイパーをハイマウントストップランプ直下に移し、3代目モデル以来の復活となるリアクォーターガラスを設けたことで、後方主回性を向上した。なお、4代目モデル5代目モデルでは、アウタードアハンドル内に組み込まれていた運転席。 側フロントドアのキーシリンダー位置が6台目では、アウタードアハンドルの左下に移されている。装備面では、鉱石ドア両側に、濡れた状態でもそのまま収納可能な軽自動車で、初となる、アンブレラホルダーや、ウインカーレバーを車線変更しようとする方向に軽く、押さえるだけで、ターンランプが3回点滅する、鈴木製軽自動車初のレーンチェンジウインカーも、採用し、この点は、 全グレードに標準装備した。2019年1月23日にマルチスズキを通じて販売されているインド使用者が約8年9ヶ月ぶりにフルモデルチェンジされ3代目となった。3代目では日本使用者の6代目モデルに採用されているプラットフォームハーテクトが導入されたほかインド使用者では初となる A セグメントの専用ボディが採用されたことで 全幅が2台目よりも 145mm、拡大されて 1620mm となり、日本使用者とは完全に異なるデザインとなった。また、エンジンは1.0リットルガソリンに加え、1.2リットルガソリンも設定された。生産工場はマネサール工場へ移管されている。ありがとうございます。